こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、メンバーシップの情報なんですけども、今回は無理にメンバーシップ入らないでください。この情報でメンバーシップに入っても扱えるかどうかわからないんですよ。でもちょっとね、お知らせしたくてメンバーシップの案件としてね、一つだけ作りました。詳細はメンバーシップに入らないと見えないんですけども、今回の動画を目当てにメンバーシップ入ってもちょっと扱えない人がいると思うんで、今回はね、まあ聞くだけにしてください。それはですね、まあ今ね、まあコロナ禍という状態でなかなか収入を上げるのが厳しかったり、給料所得がね、思ったように上がらなかったりしてるんですけども、なんかね、副業でというよりも本業でやってる人もいるんですけども、毎月5万円ぐらいを楽々稼いでる人がいるらしいんですよ。で、そのレポートがちょっと今読んだらね、送られてきて、確かにこれは、5万円ぐらいにはなるよと、もっといくと思う、もっといくと思うんですけども、まあね、本当にちょっとした作業で行くんじゃないかなと思います。ただこれね、なんていうんですかね、ワンルームマンションとかに住んでる人はできないですね、これね。ある程度その物が置ける場所がないと難しいんじゃないかなと思いますよね。まあ工夫すれば狭いところでもできるんですけども、ちょっとこれはね、メンバーシップの方だけにちょっとお知らせしておきましょうか。まあ聞いたらね、なんだっていうふうに、あ、それだったら思いついたことあるよって言うかもしれません。でも思いつくだけじゃなくて、ちゃんとやってる人が、久保さんこういうふうにできますよと、メンバーシップのネタに使えませんかって送ってきてくださったんで、まあ今回ね、使わせてもらいました。聞けば確かになるほどって思うんですよ。ただ私はこれやるかって言ったらやらないですね。まあ気になる方は、どうしても気になる方はメンバーシップ390円月間で、まあ、入って今回のヨタ話聞いてみてください。まあ、他にもね、儲かるネタ結構ありますんで、そちらの方を目当てに今回の話はおまけとしてメンバーシップ入るぐらいがちょうどいいかもしれません。今回は確かに爆儲かりする方法なんですけども、もちろん合法でね、変なこともなくって、でもこれ知っててもやる人あんまりいないんじゃないですかね。まあ単純に大変そうだから、でもやってみればこれ楽ですよ。特にこれが好きな人はもうすでにやってると思います。で、使うのはヤフオクとかメルカリですね。まあそれがいいんじゃないですかね。ということでございます。